それでは、はい、お風呂タイムであります、はい、今回ですねちょっとこっちが火を起こすのがちょっとまだあれだったので、はい、これから移し、はい、マスする感じです、はい、じゃあ試しに今どんぐらいか腕突っ込んで、いやだいぶ熱かったっすよ、うん、50秒ぐらい、腕はちょっと無理っすいきます、はい、おーおーおー、貴重なお湯が、よいしょよいしょ、というわけで作戦的にはこうやって左右のドラム缶から真ん中に熱いお湯を入れて、その減った分もドラム缶に水を足していい温度にして、え漏れてる、まあまあ漏れよう、あっ水持ってくれた漏れてる漏れてる漏れよろ、これ早めに移して早めに入らんと、はい、やばいこれ、でもね漏れの漏れのスピードはですね、うん、そこまで、ああそうねそうね、あとはお水で調節ですね、ですね、で左右のドラム缶はまだちょっと火が残ってるので、いやだいぶ熱かもチリチリってする、それでは、はい、お水を足しましょう、水足します、はい、ほんとだ大丈夫かなこれ、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、大丈夫、湯もみ先輩思い出すな、湯もみ先あれすごかったですもんね、あーすごい、もうパチ効いとったもんね、うん、ピュッピュッピュッ出てましたかもね、あの軽トラから乗ったですもんね検索して見てみてください、あれは面白かった、最強に面白かった、みなさんご機嫌いかがでしょうか、釣りは世界を救うのでしょうか、そんなことよりでしょう、ほんと釜茹でよ、おいしょ、来た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 、湯もみのいいやつだ、こんなこんなもん来た、いいよこれとでもこれ鉄のあれで結構うん冷めさせられる、熱っもう行けよ、はい、はい、本当はかまどで使う予定やったちょうどいいのの出たんで、はい、これちょうどよかですね、ちょうどいい、これちょうどいいね、はい、このために作ったようなもんやろね、そうですね、知らなかったやつか、手離すやん、はい、オフと言ってくる浮力がすごいですね、浮力がすごい本当もうそうなってくるともうただのオールやこんなでオールやあーでもちょっと熱い風呂ぐらい、うん、いい感じですか、もうやがて入れるぐらい、うん、うん、熱っ俺たちもう麻痺っとったかもしれんこれ今ガバー使ったやろうね、我々熱かったですか、熱かったですか、何で実態ですか予想以上に熱かったいやズボっていけるかなと思ったらもうこれはもうおのずと冷えるけん、うん、村尾くんシャワー早かったよどういうこと、はい、水やんちょっと待ってみてくれ、まだやろ、結構俺いけそうな、熱っまだやろ下から上がってくってでしょうね、熱っ湯気異常やもん、これだけまだ皆さんどこまで行くんですか、それで北海道までこれで行こうか北海道の皆さん、行きますよ、今から普通にマジオールコギ言うことね冷えよっとって言うけどあ、でも寒なってきたね、ちょっと早く入りたかですね、あだいぶ冷めよ冷めよ、あったあったかって、うわなんか湯煙温泉やね、あっとるおげくそになるだけなんかものすごいパワーバーでた顔をしよったけど焦げ臭さだけしかもうレトラン熱っ熱っ、でもこれで44度ぐらいね、
マジっすか。だって外でがんさばいよくてんさ、でこう手つけとかでくらーっていやいや、でも多分そんぐらいって思うよ俺。いやまだあるって。あっつなんであるあるこれ、あの車洗うとの洗剤のあっつすっごいでしょ。カーシャンプーやろ。カーシャンプーの入ってどうする。ダイエット。だってお風呂やもん。お風呂。うん。みなくん大丈夫やったよ。どういうこと。肌ものすごい弱かった。市販のシャンプーリンスで置いてある人って。ちょっと扱いぐらいが楽しかった。はい。よし。OK ですか。ただね、手でちょうどいいと思ってもね。そうなんですよ。実際入ろうとしたらめっちゃ熱いっちゃうね。前入った時おパンティングが大変だった。はい。俺も普通に。おい、スーパーフルチンで入ってるんですよ。お湯は多分水着で入ってる。はい、俺も一応短パンとか持ってきたんでそれに着替えます。ふざけんな。マジか、俺今日海パン忘れたんだけど。入りますか。入りますか。はい。変態。履いてないですよね、それ。何が履いとる。履いとる。履いてないですよ、それ。履いとる。履いてよか、寒すぎ、はい、入りましょう。ちょっと入ります。はい、もう入っていいですか。はい、はい、あ、うん、いけると思う。じゃあ俺も入ろうかな。はい。ああ、ああ、どうも、はじめての。あっつ。俺そんなない。ちょっと待って、マジっすか。うん、いいな。すいませんね、最初に使うのが僕です。すいませんね。あっつ。ああ、気持ちいい。ふぅ、マジっすか。ああ、お尻ジョワーンできた。これバラ熱か。おお、気持ちいい。おお、ちょっと待って、熱っ、これ。よし。あ、よし。でも多分入ったらあれなんでしょうね。気持ちいいですよ。いいやつ。はい、入ってしまえば。めっちゃ気持ちいい。ああ、気持ちいい。気持ちいいですね。気持ちいい。ああ、入ってしまえば。入ってしまえば。はい。なんのこっちゃなかですね。ああ。バシャッとしちゃったけど。ああ。やっぱね。うん。あーっつー。熱いか。熱いんかい。だんだん熱くなってきた。これ若干ぬるーなってきた。うっそ。あ、ちょうどいい。ちょうどいいね。あーだ、いい湯加減でございます。あーですね。よし。いやー、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あーだ。いやー、あったけー。ビシッ。ビシッ。あ、そんな遊びあるんですか。やめて。高さが。俺らの方が高さがね。ちょっとやめて。ビッシャー。大丈夫かな。いやいやいや、大丈夫は大丈夫は。あ、でもこれね、人一人入るのちょうどいい大きさも、良さそうですよね。うん、やっぱドラム缶若干狭いっすもんね。なんか、うん、窮屈。あとなんか座れないから。ね。それなんか多分長さの足りてないジャグジーみたいな。長さ足りとらんすよそれ。ちょっとだけよ。ちかもスケキューですよそれ。でも本当温まるね。いや、めっちゃいい感じこれ。多分ここから出たらもう地獄の待っとる気がしてさ。なんか寒いでしょうね。出たくないね。出たくないですね。もうこのままあの就寝でもいいかなって感じ。朝起きたら冷たくなってたね。みんな見なかった。寒で起きたらね。でもね、はい、最初釣りへ行き、そうですね、用意をしてね、はい、で釣ってきてご飯を仕込み、はい、ご飯食べて、うん、お風呂に入って、はい、結構結構優雅な一日やったかもしれない。うん、俺上がろっかな。はい、上がって寝る準備しよっかな。はい、おお、気持ちいい。ちょっとこれにて入浴シーンは終わりになります。はい、俺やっぱお風呂好きだな。お風呂いいね。もうお風呂好き。この中で酒飲めたら。あ、最高じゃないですか。最高です。ポン酒かなんかですね。ここにお盆に浮かべて。あ、気持ちよかったね。気持ちよかったですね、お風呂。うん、はい、あとは、ね、あ、寝袋を持ってこんばいですね。俺、いいや。いいっすか。うん、ちょっと若干ね、
上がってからちょっと冷えてきだした、うん、ポカポカ湯冷めする前にも早く寝て、そうですね、場所じゃんけんする、そうですね、しときますか、最初はグッジャンケンパン、最初はグッジャンケンパン、じゃあ真ん中、うん、なんで一番選ばないとこもうこう、こうです、もうこうです、こうです、すごい中で寝てくっけんが、おしそうね、じゃあもう本当にまあまあ実はいい時間なんですよ、そうですね、なんで、はい、本当に寝ます、はい、寝ましょう、もう、そうそう、明日に備えて寝ましょう、そうですね、でもあんまり寒くなったらすぐ寝袋取り行くけん、ね、倉庫にあっけんですね、うん、はい、すぐ寝袋取り、じゃあこんな機会もめったにないので、はい、あとはちょっといろいろ秘密のお話し合いで寝ましょうかねそうですね、あ、でも全然寝れる、はい、もうちょっとこの中あったかいですね、あったかいですね、ちょっとうとうってなってた、はい、うん、これ閉めたら多分もっとあったかいですよ、多分、じゃあ皆さん、はい、ごきげんよう、じゃあおやすみなさい、おやすみなさい、あ、すぐ寝そう俺結構やばいかも、ヘノジだ、ここでやばいのそれやばいですよ、いやー、おやすみ、おやすみなさい、また変でだ、マジっすか、ずっとでよ、怖っ握りってやめろ、怖っ、あ、気持ちよか、気持ちよかいですね、っていうか地面があったかくないですか、うん、あ、あ、おはようございます、案外快適でしたね、快適やね、でも、まあ、途中、はい、夜中寒くなって、はい、寝袋を出してさすがにね、はい、無理やった、ね、寒かったです、ね、寒かった、まあまあまあ、はい、ぐっすり寝れたんで、そうですね、はい、じゃあ朝ごはん行きましょう、はい、朝ごはん行ってきましょう、まずは、はい、火を焚くことからですね、はい、この間じゃねえ頭がぼーっとしてる、昨日の残りのですね、そう、昨日の残りの、はい、もつ煮込みをどうするんですか、これを、これを、はい、うわお、カレーにします、おいしょ、カレー、もつ煮込みカレーですね、はい、なのでちょっと水を増やそう、はい、これ水も四つ湯にめっちゃ水滴ついてます、やられた、じゃあちょっと水増やします、はい、はい、焚きつけます、はい、焚きつけ、どっかご飯も温め直しですか、そうやね、うん、じゃあある程度火ついたら左側にも入れておきましょうかね、はい、いやでも釣岡キャンプ村はいいですね、すぐにね入場料って使用料って解放しますか、嫌ですよ、でも編集中なんかギャー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 聞こえたら確かに夜中もなんかキャンプファイヤーとかこの辺でバーってやって、俺らが片付けしないとダメですからね。それはめんどくさい。それはもう来た人が、うん、しっかり片付けてくれるとですね。来た人がっていうことはもういよいよもう来れる感じの、ダメです。言い方したね。来ちゃダメ。来たら防犯カメラで見てます。全部。はい。セコも入ってたらまず倉庫入った瞬間になります。開けた瞬間やもんね。はい。じゃあこれでどんどん温めましょうかね、はい、はい、待ちましょうかね、で、半分入れていきますか、入れていきますよ、よし、はい、でさあ、準備してたと全部入れましょうね、あとで、うん、で、まあ、もうお分かりでしょう、はい、朝ごはんはカレーにします、そうですね、昨日のもつ煮込みちゃんを、はい、カレーにと変身、一発目に言ってます。もしかしたら言っとらんかもしれんけど、ね言ってないですけど、宗男さんが言ってませんでした、言ったような気もするいや、宗男さんも寝てるわけですね、ちょっとね、まだ回ってないですわざわざ辛口入れんだよ、これいやでも、もつのあれ甘みが出てますからね、はい、甘口7の辛口3ぐらいで甘口です、はい、どういうことや、
天の中の殻みたいなもんです。下の城みたいなもんです。もう中辛でよ。中辛でも中の中の甘辛、あ違う中なんて言おう俺。回ってないのかな。じゃあしばらくまたこれで。打ちますかね。はい、煮込んでいきましょうかね。煮込みましょう。はい。はい。はい、だいぶよろしそうなので、はい、早速ご飯を持っていだんで、はい、入れていきますか。はい、おお、カレーになりましたね。カレーになったよ。わい、もつがいっぱいだ、ここは。わーお、わーお、わーお、うまそう。わ、絶対うまいやん。絶対うまいやん。絶対うまい。夜と朝はちょっと寒かったかって、日の出てきたらもう、ぬかですね。ちょっとあったかいというか、もう暑い、はい、作業してたのもあるだろうけど、はい、作業、うん、なんかボタン3つ押す作業ですか。片付けなんか横になんか片付けって動きよるんですか。いやーこれうまそう。うまそう、やばいね。はい、じゃあテラスの方に持っていきましょうかね。はい、仕上げで完成しましたですね。朝ごはん、はい、朝ごはん結構苦戦したね。はい、うん、いろんなホルモン、味噌煮込みカレーで、いろんなカレールーが入ってますから。そうですね。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。おいしい。うまっ、うまっ。さらになんかまたその火入れたことによって、うん、お肉とかホルモンがまた、うん、柔らかくなってますね。うん、うまっ、うまっ、うまい。なんかあのもつのあのゴム感が全くない、うん、スコッて歯で切れますよね。蜂の巣もね、うん、めっちゃ柔らかくなってる。やばこれ、ちょっとおかわりやな。うん、あとでもつ、うん、足して、うん、歯ごたえあるやつとツルツルと、ツルツルトロトロとあっても横かもしれないね。うん、うまっ。カレー食ったらなんか知らんけど本当にキャンプしたーってなりますね。なんかなんだかんだやっぱね、家なんで、うん、キャンプっていうか野宿に近かったり。まあね、今場所借りた、キャンプしたーって気にやった。ご飯炊いてカレー食ったらですね。うん、うん、いや、これはうまい。カレーに大根が合うというと、まあ、初めて。いやなんだかんだ、うん、家キャンプ面白かったね。面白かったですね。うん、面白かったね。本当ただのキャンプ場だったっていう、うん、キャンプやったね、うん、と思い起こせば、まあね、はい、でもドラム缶風呂もポカポカで ね、 そうですね。あれめっちゃ暖かくなった、うんうん、あの後暑かったもん、はい、だからテント行けるかなって思ったけど、うんうん、夜寒い、時間経ったら寒かった。寝袋はそうですね、うん、必須ですね。まあ、そんなこんな、はい、家キャンプ、はい、第1回成功なんじゃないでしょうか、うん、そうですね、うん、第2回3回あるかもしれないですね、うん、そうですね。これが盛大になっていきだしたらもういよいよ家キャンプじゃなくなるじゃないですか。家グランピングとかになってですね、うん、まあじゃあ、はい、ご飯を食べて片付けして終わりますよね。はい、そうですね、はい、片付けまでがキャンプです。はい、はい、じゃあ今回は、はい、はい、家の敷地内でキャンプをしてみました。もはや釣り浴ハウス、外はキャンプ場でした。、はい、皆さんもキャンプ場を庭に作ってみてはいかがでしょうか。作らん。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。